今ですね、モンテネグロの世界遺産都市コトルです。コトルの中心街がないところなんですよね。教会がアラミックで、この辺り結構風情があってなかなかいいです。まあ、クロアチアのドブロブニクから大体2時間ぐらいの距離なんですけどね、まあ、そこからの距離ということで、クロアチアのドブロブニクとセットで来るというのがいいと思います。まあ、こちらは規模が小さいんでね、まあ、結構簡単に回れる感じです。でその反面ね、まあ、まず要するに観光客がそこまでドブロクに比べたら多くはないってことなんで、こじんまりとしてるんで割とのんびりはできるかなって感じがしますね。まあ、